こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。潜在意識をコントロールできるとストレスが減って能力を開発することができます。いいことばかりですよ。まず最初に知っておかないといけない基本的なことをお教えしますね。覚えておくべき基本の知識はこの4つです。今日のテーマはそのうちの一つ、潜在意識にはたくさんの自分があるです。皆さんは自分が一人ではないことを知っていますか？仲間がいるという意味ではありませんよ。自分がたくさんいるんです。それは心の中にいるんですね。顕在意識、潜在意識という分け方がありますが、自分が自分だと思っている自分は顕在意識だけです。これは現在の自分です。顕在意識以外の自分は潜在意識の自分となります。そちらの方が圧倒的に量が多いんですね。潜在意識というのは簡単に言うと過去の自分のようなものです。今日の自分と10年前の自分は少し違いますよね。20年前はもっと違います。6歳の自分はもっと違うし、2歳はさらに違います。これらの過去の違う自分が潜在意識の中ではまだ残っています。そして同じ現在に生きているんです。つまりあなたはたくさんの自分の総合体なんです。潜在意識は過去の自分です。それが現在のあなたの心の中にまだたくさんいます。するとどんなことが起きるでしょうか。例を挙げて説明しますね。目の前に一人の女性がいるとします。この人はあなたの上司です。この人を心の中のそれぞれの自分はどう捉えるでしょうか。今の自分はその人を確かに上司だと思っています。潜在意識の10年前の自分はその人を同僚か友達のように思っているかもしれません。6歳の自分はその人を自分を抑圧する母親のように感じるかもしれません。2歳の自分はその人を自分の世話をしてくれる人と思っているかもしれません。これらのいろいろな自分はあなたの心の中で消えていないんです。みんな存在しています。とするとどうなるかというと、あなたは時にはその人のことをとても尊敬したり、時にはもっと気軽な関係でいたいなと思ったり、または仕事をもっと評価してほしいと不満を感じたり、ちゃんとフォローしてくれないと時々恨んだりします。これらは自分の潜在意識の中の異なる自分の反応なんです。つまりあなたがいつもと違う反応をするときは心の中の違う自分が反応しているということなんです。これが潜在意識の反応です。これをよく覚えておいてくださいね。